やっぽにーぼやしーです。やっぽにー宮本忠史です。なんとポケモンジャパンチャンピオンシップ2019において3位入賞されました宮本忠史選手にお越しいただきました。イエーイ、会場でも思ってましたけれど、はい、テンションがすごい高いですか。素晴らしいと思いますよ。ありがとうございます。順バトルいつもうるさいって言われるから助かります、そう言ってもらえれば。今回 お呼びした理由ですけれどもね、はい、僕の方がツイッターで WCS ポケモンワールドチャンピオンシップス2019に参加される方をね募集してまして、はい、で11人ほどねご応募いただきまして、その最初の人として最初ですか、一番ですか、はい、ありがとうございます。今日はね、その WCS の意気込みですとかポケモンジャパンチャンピオンシップスの感想とかを聞いたりしつつ、はい、僕と対戦をしてもらおうと思っております。まずじゃあ簡単にお話をね聞いていこうと思うんですけども、結構普段どのくらいポケモンカードジムで練習とかしてるんですか。月に2、3回行けたら、うん、いいか、まあ、だいたい土日に行けたら、はい、遊んでる感じですね。いいですね。はい、ポケモンジャパンチャンピオンシップスに行くときに、はい、ジム以外で練習とかなんかしてましたか。その時は都内で一緒に練習してくれる方と、あとあの友達がいまして、あだこうだやりながら、はい、あの敵を仕上げていました。それはチームとかそういう感じなんですか。チームではな、まあ、チーム部活みたいな、部活みたいな部活といえば部活ですね今日はね WCS のレギュレーションも行きたいんですけども、発表がねまだなので、ジャパンチャンピオンシップスで宮本選手が使われたデッキを持ってきてもらいました。で、僕もですね、もしジャパンチャンピオンシップスに参加していたらこれを握るだろうなっていうのを事前に作ったやつがあったので、それを握って対戦をしていきましょうか。はい、そんな感じでしたっけ。どうですかね。いや、順番だとそんな感じですよ。順番だと引きます。はい、どうぞ。一枚引きまして、宇津木博士のレクチャーを使います。おお。順番終わります。あ、終了で、はい、一枚引きます、はい、よいしょ。ハプー使います。おお。レタル6枚出ました。このハプー4積みデッキでしたね、確か。いやいや、わかんないですよ。で、この2枚を手札に加えて、はい、この4枚取らします。はい、プレシャスボール使います、はい、じゃあアローラ級コンジェクスも出ます。おー、出てましたね。で、このままミステリートレジャーでアローラ級コンを取らします。はい、はい、手札の方に出します。はい、で、これでベルチェンジ使います。なるほどね。取らします、はい、で、上から6枚、はい、3で、はい、6枚先にとりあえず時盤の森使います。はい、シルタリス GX を取らします。はい、で、超エネルギーを持ってきます。はい、いや、やるか、破壊したんですか。破壊したんですか。おー、なるほどね。よいしょ。いや、次ゾロアーク進化、あのベトン、あのベトン好きなんだけどな。これで、ミューツミュージミューツミュージ X の技、はい、パーフェクション使います、はい、お、これがいい。なるほど。メタボに50ダメージ。なるほどね。これで落ちるのか。で、こういうことね。1枚もあります。はい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 、こういうことですか。はい、こういうことです。引きます。どうぞ。はい、手札何枚ですか。ゼロです。あ、ゼロですか。1枚もらいます。そしたらデデンネにミュータンボードあります。はい、で、ミュウツーミュウジー X を出します。 BBS のこの、はい、じゃあ、ここ貼ります。はい、で、これでデデチェンジ使います。やめてくださいよ。こっちが止まることが唯一の好きだったのに。ミステリートレジャー使います。はい、アーゴ、はい、フラッシュして、よいしょ。じゃあ、手で、はい、ワンダタック使います。おっ、ジャッジマンですか。え、何枚ですか。ゼロです。あ、ゼロっすか。ゼロっすか。ごめん。ワールドマイドのオンだ。祭りカード使用します。はい、じゃあ、ここにフェアリーエネルギーを入れます。
パーフェクション使います、はい、じゃあ、アロラキューポンの、氷の刃でベトベタに持って。なるほどね。これでどうぞ。はい、持ってるプリシャスボールで。でもね、あ、やっぱね、ミスったわ普通に。進化します。はい、時計の森すら使えない。どうぞ。はい、1枚いきます。はい、よいしょ。じゃあ時計の森使います。はい、ミューズミュージック X をトラッシュして、ほうほうほう、超エネルギーとパンクション。はい、じゃあこれ球根の技で、これの刃で50秒です、ね、はい、じゃあ最後1枚もらいます。はい、じわじわこれだ。はい、そしたらクリッキー2枚いきます。プリシャスボール、はい、さっきのプリシャスボール、そもそも間違ってましたね。え、そうですね、ペペグでいいですね。普通にこれがいます。います。で、白が、はい、そのまま白が使います。はい、了解です。クイーン、はい、加担します。はい、了解です。進化します。はい、どうぞ。クイーン、はい、ネットミドで1、2、3、4、5で100ダメージですね。はい、どうぞ。はい、じゃあ1枚いきます。はい、プレシャスボール使います。はい、トルガレオジエクソンもいきます。なるほど。なるほど。はい、じゃあ時間の森でトルガレオジエクソンをします。はい、エネルギー、はい、持ってきます。これでミューズミュージエクソンの技でパーフェクション、はい、特性でパーフェクション、はい、120のメットで、はい、はい、で、トラッシュになってこのエネルギーを2枚、はい、ミューズに貼ります。ダークビートで100ダメージ。100です。はい、どうぞ。で、1枚いきます。よいしょ。そうだな、じゃあミューズミュージー X の超エネルギーを貼ります。はい、じゃあこれで、グッドマンを使います。はい、カプテテ GX お願いします。そっち来ましたか。はい、自分はじゃあミューズで、はい、じゃあ、ミュースミュージー X の技、ミラクルツイン GX、はい、使います。えっ、追加100。はい、200で、自分の追加でエネルギーが1個ついているんで、本物ですね。はい、全員の全て回復で、ここ、やばい、やばい、やばい、え、強っ、これは強い。で、最後200、これは強いな。ちょっと、とりあえず2セット3分、はい、了解です。はい、ミッキー、はい、2枚、あ、先に買ったことですね。はい、はい、じゃあ、2枚、はい、はい、で、トリッキー2枚引きました、はい、トリッキー、はい、2枚、はい、プリンシャスボール、はい、あ、無理だ。海流 GX の270をダメなのか、ダメなのか。もう、グラディアイレデンネ GX、 はい、時を止め、時を止まりって止まるんだよ。でもどうしようもないんだな。でも時を止まり割れないからな。リストロークでいこう。ルガルカにエネルギーつけて、ラグルで80、はい、はい、で、これでどうぞ。はい、あれ、あんなにエネルギーがあったのだけ、エロナエネルギーだったのけ、ピタニエネルギーが。じゃあ逃がします。はい、逃がして、じゃあミューズミューでマインドできて、パーフェクション、よいしょ。あー、エクロサバキは、はい、3位で取らせて、270でさばかれた。最後取ってありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お見事でした。はい、ちなみにルガルガンゾロワークの対戦するときはどういうことを考えて対戦してるんですか。あ、ルガルガンゾロワークは、はい、特殊エネルギーが基本多いですよね、はい、多いデッキなので、はい、そういうデッキに対して、はい、いろんなプランがありまして、はい、特殊エネルギーで構築されているので、はい、オンバーン GX のラウドソニックが、はい、相手のプレイヤーにかかる、特殊エネルギーを晴らせない効果、強いですね、はい、はい、があるので、これを使って相手に準備をさせないプレイングを意識したり、あと、ゾロアクルガルガンというデッキは基本的に GX ポケモンで、構築されているデッキなので、はい、仮にもしもこっちできなくても、はい、この、チルタリス GX の技、はい、ブライトトーン、はい、この技が
が GX に対するダメージを受けないので、MewtwoMewGX は守ってもらえるの でこれを使って、ここにポケモンを並べてダメージの持ったところにベノムシュート。なるほど、はい、ベノムシュートでフィニッシュするんですね。はい、ベノムシュートです。本体 HE ぐらいになってくるとそのいずれも使わず倒せる。じゃあデッキをね紹介してもらいましょう。基本的には、はい、MewtwoMewGX が、はい、ドラゴンポケモンや進化ポケモンたちや、まあ、ラティオスを使って戦っていくデッキになります。何、はい、ていうデッキなんですか。ドラゴンミュウツ多いっすね。仲間の力は実際使ったら難しすぎるから、はいはい、そう使えないっていう声が相次いだ。どこが難しいポイントでどう使ったらいいデッキなんですか。多分技がたくさん入っているので、はい、どの相手に何を使うのかっていうのが分かりづらいデッキだと思うんですね。はいはいはい、はい、けどこれ多分相手も分かっていないんで、だから何が飛んでくるのかを予想させないように戦うっていうのがまた一つのプレイングになってきます。なるほどなるほど。レシラムリザードンとかはどうやって戦ったらいいですか。はい、レシラムリザードンは相手の状況にもよるのですが、はい、基本的にはこのラティオス GX、このカードを主体で戦っていきます。なるほどなるほど。クリアビジョン GX で、というちょっと癖の強い GX 技なんですが、はい、相手の GX 技に制限をかけることができます、うん、なので、ダブルブレイ GX、はい、あの技が300ダメージ6エネルギーで飛んできますので、はい、それをまずミュウツーミュウ GX が一撃でやられないようにするための一つの作戦として優先的に使うようにしています。なるほど。タックパージも結構使いますし、はい、結構ラティオスもいい味出しましたね。はいはい、はい、というわけで、ジャパンチャンピオンシップス3位入賞の宮本選手でした。日本代表として世界大会も頑張ってください。 ありがとうございます。はい、最後に一言意気込みをお願いします。どうぞ。世界で優勝します。頑張るぞ。皆さん応援よろしくお願いします。